唐突にピクロスの体験版を始めます。ほんと唐突。ジュピター、ジュピターってなんかどっかで見たな。あ、ダンクドリームわかります。ダンクドリームやるじゃん。メガカラー、あ、カラーあんだ、ピクセルカラーズじゃん。クリップがよくわからない、まあ、できねえべ、体験版だから。ダンクドリームわかるんだ。何、あ、なんか曲が、最近のさ、この手のゲームなんか曲が洒落てるんだよ。立体ピクロスでもやろっかな。いや、ヒントなんか使ったらバッタよ。寒い。ん？間違い、自動修正。機能オフにすることもできます。あ、自動修正をってことか。あー、やべ、間違えた。ギブアップ。ダンクドリームわかるんだ。世代ですな。ダンクドリームやっか。難しいんだよな、あれ、地味にな。で、こっちがこうで、こっちがこうか。で、はい。洒落てんな。ボタン、なるほど。あ、できるやつ全然ね、購入。見ない。うん、10マス、これ10マスか。曲が洒落てるな。上からあれか、すぐにはいけないのか。で、こうか。何これ、カバオくん、ここか。ほい、カバじゃない。え、何これ、キャビネット。問題クリアのボーナス、クリップピクロス。あ、そうな、クリップとかいうのがよくわかんない。あ、できるやつある。15だな。こういうのもまず端っこからっすね。一番上いけたな。曲がるんだ。3だからこうか。うん、たまっちまうと結構おもろいんだけどな。ルールがわからんって言われた。うん、覚えろとしか言えないからな。
まあ、ルール覚えられないっていう人は大体覚える気がない人だからね。麻雀のルールわかんないって、まあ、言うやついたけどさ、いたんだよ。あの、まあ覚える気がないだけだなって感じだったかな。麻雀なんかだって単純に打つだけなら、スナックスとすれば全然遊んでなかったな最近。スナックスに彼女ができたって情報が入って以来だったの。すげえ久しぶりだったの。あいつでもなんか俺龍が如くやってたまに来るんだよな。妖精みたいな感じで来る。さてちょっとあれかな、この辺までもいける。色はちょっとあれな。うん、あ、なるほど、こうなるわ。もうこうできてたんだ。うん、くー、ここだ。3、1、5、3、4、ここ1、1、2の、ここ1行ってねえな、そういえば全然。てかまあ行けねえよな今どこもな。下痢の時って、あ、下痢だなってわかる。あ、下痢です。カミングアウトされた。あ、でも なんとなくあれだよね。まあ、兵しようとして、あっていうのはよく聞く話ですよね。あ、これ違う兵じゃないやつだって。メガピクルスよくわかんねえんだよ。なんかでっかいやつだよな。やってみよう。はーい。2列、そうなんだよ、2列分のあれがっていう。マジで分かんない。覚える気がない人ですね。まあでも最初は難しいかもな。ノウハウが分かれば早いっすよ。あ、楽しいよこれは。うそ、ダメなの。ああ、そういうことか。メガはね、俺メガはわかんねえ。確かに。その可能性もあるのか。9だもんな。10個のうち9削れて。簡単なやつって、俺さっきやってたやつ簡単なやつなんだけど。ピクルスのなんか体験版あった気がするんだよな。別のやつ。あれがわかりやすいんだよな。うん。あ、これかな。ソフト再ダウンロード。うん。あ、ケモフレピクロスがあった、そういえば。ケモフレピクロスで教えましょう。じゃあケモフレンズ全然知らないんだけどな俺。うん、ダウンロードする。これどんくらいかな。どんくらいすぐダウンロードできるかな。ダウンロードしてすぐ。これでもあれ、スイッチさんは優秀です。あ、すぐだな。うん、めっちゃ優秀だなと思った。SD カード買ったんだよね。1ニッパーのやつ、ちゃんと SD の方から先にゲーム入れてくれるのが嬉しいですね。頭いいじゃねえかよ。
ピクロス、数字が削れる数で何個も数字があるのは何？素晴らしいです。かなりリーズナブル。数字が、ああそういうことか。数字が飛んでる、なんかあれでしょ、1、4、5みたいな感じで離れてるやつでしょ。離れてんだよあのくっつかない。10マス中にじゃあ1、5ってあったら、あの左の方に1があって、そう1、5、2とか間が空いてるってこと。左から1、5、2になる。その場合は1、5、2って並んでんだったら10マスだったら、1で1個マス上げて、で5、そうすると7マス分になるじゃん。でもう1個開けて5と5の右に2置くんだったら2、そんで10マスになるでしょ。で10マス中に152って入れるんだったら、まあ順番がそうなんだよ、順番が。でね、ピクセルカラーズがまたちょっと違うんすよね、仕様が。あれはあれで面白いんだけど、ピクロスやってる人は結構すぐ馴染める感じですね。教えてあげましょう。じゃあレクチャーしましょう。学生の時授業中にピクロスばっかやってたからね、高校の時な。うん、クソほど怒られたわ。あのね、教科書立てるじゃん。教科書の裏に漫画を隠すってのは結構定番じゃないですか。教科書立てて弁当食いながらピクロスやってた俺慣れると面白いんだよね。ケモフレは全然わかりませんけどやっていきましょう。はい、チュートリアルいらねっすよ。これね、セールだから買ったんだよな、ケモフレは。ヒントはバッタだっつ。同じだね、基本的に。まず10マスですね。縦横10マスなんで、まずこの10って書いてあるやつ。これ全部いけます。はい。端っこに10があるときはね、こう、簡単にこう、2、3、4、5と。で、2、一番上に来るのが2で、1で、3で、1、1、2の、4と、5。こういう感じでね、かなりね、上の方から簡単に削れますね。で、これ、これ10マス中9マスってことは、まあ、でも、左からなのか右からなのかわかんないじゃないですか。そういう時は、1、2、3、4、5、6、7、8、9と。ここ。最低でも、こっからは入るなと。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9と。ここまで。ということは、ここのバッテンからここのバッテンまでは被るんですよね。で、こういう風に削れますね。で、あと端っこはどっちかだなと。それは保留になりますね。はい。で、また下もさっきみたいにこういう感じで削ってって、2で、はい、4と。うん。で、7もここの、4、5、6、7、8と。8マス中に7が入ると。で、だ、要するに、ここと、ここ。被るんですよ。この被るところまでは確定。で、上かな、下かな。とりあえずじゃあ保留にしとこって。おっと！ここにバズがついてるな。ってことはもう左にしか行けないんで、ここの2は確定するなと。じゃあこの列はもう削れるとこありませんと。ここもあれですね、3と4と、なりますね。で、ここが、ここですよ。ここ飛びですね、ここ。2、3、1、1と。で、端っこが2。で、こっちの右端の方も1ができてるんで、間に1、飛びの3が入るんですけど、ここぴったりなんで、もうこれ以外ありえないですね。はい、で、ここがもう4と。でね、ここまだわかんないですね。で、これがね、ここが2、1、1、1なんですけど、ここに来るのもう1なんで、1以外ありえないんで、もうここ、とりあえずもうここにもうマスクつけちゃいましょう。まあ、ここに1が来るのか、ここにもしかしたら2が来るのかはわかんないですけれども、うん。とりあえずって感じですね。で、これで残ってる枠が1なんですけれども、ここにもう削れるとこがここしかないんで、これはもうここが確定します。で、ここは、3削ってあるんで、ここが1ですね。で、下の方もできてんだ、ここも確定と。ここも縦からなってるんで、で、上が1、ここが3、真ん中が3なんで、ここは3確定。で、ここはもうここしか削れない。で、やっていくうちに、ここも出てるんで、1、2、3、4と。こういう感じっすね。
これ面白いでしょ。これピクロスでございます。高校の時からやってて、うん、割とね初心者の人はね博打とかでやるんだよ。多分ここだろうみたいな感じででミスるそれがね俺博打嫌いなんだよな。ロジックで解きたいんだよねクロスロジックは、うん、ただたまにあるんだよな左右対称の問題とかもあってこっちが削れたからこっちも削れるなってすごい分かりやすいやつもあるんだけどあえてそれはやらないであれですね自分の自力でロジックで解くのがやっぱ面白いですね。形分かってるから感覚でってまあ、タイムアタックとかねするんだったらいいかもしれないんですけどなんかねそれねやってる感ないんですよね。あちなみにここ4なんですけどこれはまあね飛んでる数字がないんでもう4確定なんで下まで何もないんでこういう時はこう×をつけちゃいましょう。うん、後々これが結構役に立ってきたりするんでこれね学生の時から結構やってるんですけどねさほど上手いわけではないんですけど結構長いことやってますね。うん、やってっとねまあ俺ぐらいには多分すぐできるようになると思うんで、うん、でここ確定ですね。ほいと、でこう来てこう、全然ピクロスとか知らない高校の時の友達に気持ち悪いって言われた一回気持ち悪いって言われた気持ち悪くはないだろ。なんでって言われる。なんでわかんのって言われた。ロジックですね。これ、なんか、やってみるといいですよ。携帯のアプリとかでも、多分、いろいろあると思うんで。うん。出たクリップピクロス。そういえばさっきのやつでクリップやってなかったな。クリップってのがよくわかんないね。やったことないな。パンサーカメレオン。確かに。たまのフレンズ俺、全然知られんだよな。こういう感じなんですよ。もう一個ね、ピクセルカラーズって、あ、てかこれちょっとクリップってやつやってみるか。クリップやったことないんだよな、俺。名前も聞いたことねえかもしんねえ、もしかしたら。こんな難しいんだけど、なんでパロディウスが下手くそ。うるせえ、てめえの夕夜戦よりマシだろ。てめえの竜が如くよりマシだわ、カスが。パロディウスでもあれクリアまではやりたいですね。分割された複数の問題を解いて大きな絵を完成させるパズルモードです。おめえから降ってきたんだろうが押し込んでんじゃねえよハゲが。これわかんない。あ、なんか画面内に散りばめられてるやつを一個ずつ解いてってなんか完成させる感じなのかな。じゃやってみよっか。これ僕やったことないですね。クリップっていうのやってみるか。おお。この問題遊びますか。はい。ヒント、あーそうだね、ヒントちょっと見るか。ヒントはね、俺は基本的にヒントあんま好きじゃないから、ヒント使うやつはバッタだと思ってるからやんないんですけど、ヒントはね、最初はヒント割りでやるといいですね。ヒントルーレット使えますかと。こうなりますね。ちなみにこれ俺ゲームボーイのやつは目押しできます。ゲームボーイのやつは上の端っこと左右の端っこ、上下の端っこだから例えばここかここの端っこか左右のここかここの端っこで止められる。気持ち早めで押すとね、ここ右ミスっても左で止まったりとか、下ミスっても上で止まったりとかってあるんで、これでクロスで上下左右のねあれが解けるんで、まあ非常に解きやすくなりますね。ただこれは基本的につまらないんで僕はやらないです。最初はでもルールとか理解するまでは全然やってもいいと思う。ここは1で1,2,3,4,5,6,7 なんで6まで削れますね。
結構よくできてんですよね。うん、やってみると楽しいよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9で、でこうなってくると曲があといいですね。クロスをね、あんまりね、結構やりまくるとね、あの、なんか、ボソボソと、なんか、呪詛みたいにつぶやくようになるんでね、気をつけてください。ここが2の3で、こっちが1つ飛ばして、みたいな。あ、なるほど。これで1つのでっかい A 作ってくみたいな感じになるのかな。岩瀬はまだ良かったじゃん。クラブ内の戦闘。ゲイリーはね、あれね、ダウンさせられるとね、マウントパンチされちゃうんでね、あれはちょっとな、あの体力だと、まあ無理かな。いけたいけた。マインズイパーは完全ロジック無理ですね。あれはどうしても2V1か3V1とか出てくるんで、マインズイパー自体は好きなんですけどね、運ゲー、完全運ゲーが絡んでくるんで、あんまり好きじゃねえな、最近。ちなみにこういう、多分なんだけど、水色のところはとりあえず削れるとこあるよって。爆死じゃなくてもいけるよっていう、あれですね。3と4だったら1、まあ端っこから数えるんですよ。仮に端っこから始まってるとして、1、2、3と。ここまで来るなと。で、3だから、1つ空いて1、2、3、4と。で、ここの、もう右から仮に数えるんですよ。1、2、3、4って。なるほど。こっちの4の、じゃあここが被るなと。で、今度はこっちから1,2,3,4で、仮に一番端っこで仮定するんですよ。で、あの、ここバッテン。で、1,2,3と。だから、この童話がいても被るところができるんで、あの、これはもう左に3、右に4っていうのももう完全に決まってるんで。で、ここで解くと、次。ここは、ここじゃないんですよ。なんでかっていうと、もう、ここが仮に一番上に2入れると、ここと被って3になっちゃうんで、この状態で、絶対にここがありえないってなるんですよね。で、そうなってくると、ここ残り2マスなんで、ここ来ないと。で、ってことは、1、2、3、4でここが削る。で、ここ1個飛ばして3と。こういう感じで出していくんですよね。で、あのね、この孤立の数字も、一番端っこから見てって、まあ、端っこじゃなくても、たまたまこれ端っこと被るんだけど、1、2、3、4で、で、こっから1、2、3、4。で、こっから先は絶対にないんで、ここマスクつけて、で、こうする。で、ここを、こう。で、すると右にブロックができるんで、ここが3で確定になって、で、ここ。で、1なんで、で、ここは2なんだけど、上か下かまだわからないから、保留にしといて、1、2、3、4と。で、ここが被る。で、2、3、4と。で、2と1なんで、絶対にここは来ないんで、ここがじゃあ2だなっていうのが分かります。でも右に入るのはここしかないんで、こうなりますね。ここもできたと。ここもできたと。ここが1。で、2、3、4と。2、3、4と。まあ、大体こんな感じですね。まあ、多分、まあ、慣れれば猿でもできるんで。こんな感じでやっていくと良いですよ。で、ここが1、2と。こんな感じですね。なるほど、なるほど。いつもの俺じゃん。でもさ、人の話さ、あ、こいつの話どうでもいいなって思った時さ、マジでさ、なるほどと確かにしか出なくない？別にこいつの話なんかどうでも、これ行かねえんだけど、これそこに。そこのハテナに行かねえんだけど。来た来た。
ロジックしてたら落ちるぞ、もっと。まあそうですね。やり方わかればね。一緒に考えられるんでね。うん。私はまあ、やる気いいっすよ。頭の体操にいいですよ。慣れてくると、もうこれ見ただけで、ここには入るなってわかるんですよ。うん。そういうのとかできるようになってくるんで。で、1、1、1って。うん。知ってるとやっぱね、わかりやすいですからね。で、ここに2個来るってことは、もうこっちは絶対いないんで、1、2、3、4と、3だからここが入るな。ってことはこうと、割とね、やってくうちにね、早く解けるようになってくるんで面白いですよ。で、ここ1確定ですね。1、1、ここだな。そう、あのね、やってっとね、ボソボソつぶやくようになってるから、マジで気ぃつけた方がいいっすよ。こうなって、で、ここはこうなって、怖い怖い。はい。ここわかんねえな。で、ここが入る。で、こうだな。で、こう。こうか。で、こうなるんで、こう。ここ確定。横がなくなるんで、ここが、で、こうか。こんな感じですね。こんぐらいでは多分できるようになりますよ。俺ぐらいなんか多分全然特別うまいわけでもないんで。できるとこなくなったんだけど、まあ、これででっかい絵を完成させるみたいな感じなのかな。じゃあ普通のやつ、カラーか。これ多分ピクセルカラーズなんだよな。やってみよっか。難易度が高い。俺が今やってるやつがね、多分これと同じ仕様なんだよな。ピクセルカラーズって言うんですけど。カラーピクロス。使わない。4だから、これで、あ、なるほど。どれで色変える？これ。フィルター、これじゃ色の変え方がわかんねえ。うむ。わかんねえ。あ、そう、俺、あれ入れたんですよ。妖怪ウォッチ。今、子供たちに大人気の妖怪ウォッチ入れたんで、今度やろうかなって。マリオピクロスの方が削っていく感じで、あ、そうっすね。ガリ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 って。あれ、いいんですよね。ピッケルで削っていく感じなんですけど。あれ、気持ちいいっすね。ピクセルカラーズやりましょう、じゃあ。これが面白いんですよ。久しぶりにやっか。じゃあどこまで来たっけ。またちょっと違うんですよね。これもカラーがついておりますね。暇な時に結構やってんですけどね。これスイッチ持ち運びできんじゃん。これはね、ちょっと違うのが、これ上に灰色が来て、で下に赤が来てんじゃん。これ違うんだよね。別に枠内に、だから8と、で、この丸9ってなってるじゃん。この丸9は9個つながってるという感じですね。これも丸8は8個つながってる。白。ここまでしかわかんないですね。この見方だと。結構でもこれだけで削れるな。丸になってるやつはとりあえずつながってるよってことですね。で、丸2になってるんで、
2になってるってことは、あれがあれだ、 下かあれじゃん、15じゃん、下が15なんで、下これ確定ですね。ってなると、下が確定するとここもここまで確定になりますね。ほんでね、上がだから黒になる、こうなりますな。ここの列は完了で、これは黒があとどこだろうなってなるんですけど、これ下のこの列11灰の1で白の3ってなってるんで、この列にはもう黒ないんです。ていうかもう黒がこの上にしかなくて、で、あの縦で黒があるやつをこうやってもう置いてく感じでいいんですよね。この辺優しいですね、わかりやすい。これ囲う、うん、でも白しかないんで、ここで、ここで、ここも白しかないんで、こうで、灰がで、こうなると、まあ、あと赤が11で灰じゃないですか。でこういう時は縦を見て、はい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 ってなってるじゃないですか。じゃあ、灰がないところはもう赤確定なんだなと。こういう感じなんですよ。で、こうなると、じゃあもう白しか入らないよね、と。で、ここが灰と。灰色。で、ここが赤が繋がってるんで、じゃあ赤、赤、赤。で、灰も繋がってんで、こう。で、ここが白になると。そういう感じですね。うん。あとはなんかもうフィーリングで。フィーリング、フィーリング、フィーリング。よし。もう白確定ですね、ここは。ただもう横を見るともう、ね、灰色、灰色、灰色と。白しかなくなりまして、こうですね。ピクセルカラーズはこういう感じですね。ちょっと違うんですけど、まあ、やってることはまあ、ピクロスっすね。うん。言うてでも結構違うな、やっぱ。おもろいけど。マサル君もロジックに興味が、ね、できたらね。マリオのピクロスはでも分かりやすくていいですね。マリオのピクロス相当面白いよ。うん。ただね、後半がね、なんだろう、ロジックで解けなくなっちゃったから、後半が嫌いかな、スーパーピクロスは。うん、俺、ロジックで解けないピクロス嫌いなんだよね。運ゲーになっちゃうんで。うん。面白くないじゃん、だって。うん。こういうのはやっぱロジックで解くのがやっぱ醍醐味なんで。こっちの方がでも、やりやすいっちゃやりやすいのかな。これが10と、うん、いいゲームですよ、でも、うん、何にせよ345と。ピンクしかないとこがここか。12345、こうなるとどうなるんだろうな。灰が、あ、でも灰しかないのか、下これが灰しかないから、こうか。ここもじゃあこうなるな。ファイト。で、こうか。赤が2列並んでるからこうだな。で、黒と。いろんなやつはもはや全く理解できん。まあそうっすね俺も最初分かんなかった。ちなみに立体ピクロスってやつがあるんで、今度配信でやろうかな。立体ピクロス面白いですよ。むずいけど、めっちゃむずいけど、あれも理解するまでピクロス俺やってたけど分かんなかったからね。何これ意味わかんねえんだけどってなって。立体ピクロス買ったんだよね。今度やりますか。あれですね、普通のピクロスは面じゃないですか。あれですね、立方体みたいな感じを削っていくんですよね。ジョイスティック、あれいいっすね。立体ピクロス、あれはワクワクしますよ、マジで。うわ、浮き上がってきたーってなる。やったーってなる。これ一応ピクレスか、ピクロ、ピクセルカラーズですね。はい、ケモフレピクロスもうちょっとやるか。さっきのやつ、クリップのやつ、いや、まあ、
獣フレンズ全然知らないんだけど大丈夫かな。俺サーバルちゃんしかわかんないんだけど、サーバルちゃんとカバンちゃんしかわかんないんだけど大丈夫かな。これ安かったんだよな、セールの時に。俺ピクロスなら何でもいいからさ。結構まあ俺が削るやつを見ると出たな、クリップ体験版っすね。ちゃんと教えてくれる。何問かしかできませんよってやつですね。キャラクターは可愛いんですけどね。こことかも、ね、9が、まあ、10マス中9だったらこうなるじゃないですか。で、隣が8なんで、その場合は1個少なくなるって考えて、こうなります。そう。こういう感じで考えていくと分かりやすいっすよ。うん。なるほど。じゃあ7はまたもう1個小さくなってって感じで。うん。ここ5だから、もう確定だな。ここは5か。バッテン置いて。いいっすね。やっぱおもろいな、やっぱ。好きだな。ピクロスはおもろい。色のやつはまあ結構ね、色のやつはね、まずピクロスをちゃんと理解してから、やんないとちょっと無理だな。いや、ピクロスちゃんと理解したら下でね、逆に弊害があるんだよな。あ、これ、左から数字合わせてくやつじゃないんだ、みたいな。なんか、その辺がね、弊害があるんですよね。この最初わけわかんなかった。え、なんでそこが削れんの?みたいな。削るっていうか、塗れんの?みたいな。意味わかんねえんだけどってなりましたね。こうか。頭の体操にいいんだよね。興味がありましたらぜひ。僕の好きなゲームの一つです。8、1、2、3、4、5、6。これなんだろう。最初はあれなのかな?フレンズの顔なのかな?マレーバク。ああ。でかいやつやりたいな、そろそろ。やっぱね、基本の形がね、15×15。あるいは 25×25 かな。そんぐらいまで、いや、25だとちょっとでかいのかな。ベーシックな感じでいくんだったら15かな。多分15ぐらいだと思うな。あんぐらい、15×15 ぐらいが多分一番おもろいっすね、シンプルで。興味あったら、分かんなかったら教えますんで。パズルゲームとかはね、結構まあ、好きなんですけどね、そんなにまあ、ぷよぷよとかテトリスとか一応やるけど、さほどうまくないんですけどね。これはちょっとだけ自信ある。自信あるって言い方もなんか変な感じするけど。ここはなくて、結構何やってるか分かんないっていうのはよく言われんな。でも、橋太ガラス、お、かわいいな、橋太ガラス、お、いいね。携帯のあれだ、アプリとかで探すと、多分出てくると思いますよ。最近そう、ナンプレ買ったんで、ナンプレ。ナンプレもね、そう。最初さ、親戚のおばちゃんが得意でさ、母ちゃんに勧めたんで、おばちゃんが。まあ、姉ちゃんなんだけどな、母ちゃんの。勧めて、やってて、母ちゃん全然できねえって言って、で、ちょっと貸してみようっつって、弟がやってて、何やってんのっつって、弟のやつ見て、俺もやってっつって。ハマってしまったってやつですね。ナンプレもね、500円が300円だったんで買いました。
ナンプレも最初ルール分かんなかったんですけど、ナンプレはね、ルール分かったとすげえおもろいよ。何これ意味わかんねえって最初なったもんな。2はどうなんだろう。2ここ出るか。簡単に言うと、縦と横で1から9当てはめてくゲームですね。すげえ簡単に言ったけど。もう大体でも、他に言いようがないかんな。最初の方はね、簡単なんですけどね。どんどんね、難しくなってくんでね、ナンプレは。これ結構、あれだな。解きづらそうだな。6、8、7。待って、真ん中だから、ここだな。ダメだ、全然出ねえもん。大丈夫、あ、ここ8だ。じゃあここだな。お皿ナンプレはわかんのかな。ナンプレもね、結構深いっすよ。ハマっちまうとこれも面白い。1はどうなんだ、まだ出ないかな。あ、1出る、ここが出る。わかんないかな。2か。オジロスな、オジロス懐かしいな。これはね、結構ね、いいもんだった。なんでこれのね、解き方はちなみにここ4なんで、ここ縦がぶった切って、この上段のさ、あの端っこか下段の端っこになるんですけど、ここがこう4がここに来るんで、そうなると上段と中段がなくなって下段のどっちかになるってことは、真ん中はじゃあここが4だなっていう、こういう出し方ですね。何言ってるかよくわかんねえかもしんねえけど、いずれわかる時が来るだろうと信じて、ちょっとレクチャーしました。この BGM すごいな。癒しだな。ヒーリング、ヒーリングってやつですね。アンプレはいいぞ。あ、ここもできたのか。7。わかんないな。あ、ここも出てんじゃん。ここ2じゃん。ちゃんと縦横も見とかないとな。ナンプレなぁ。シンプルだけどやっぱいいよな。お、ナンプレのルール理解しましたか。これ縦で1から9、横で1から9って揃えていくんですよ。なんとね、全部当てはまっちゃうんですよ、これが。何一つ矛盾なく。3がない感じか。すごいよ、これは。なんか、解けた時めっちゃ嬉しいやつ。1,2,3 の4は出ないか。4と6か。6も出なくね？あ、6出るな。6がこう。こうなんだ、こっちが。あ、なんで、滑った。ナンプレもね、この手のね、パズルゲーム結構好きなんですよね。面白い。気持ち悪いけど気持ちいい。まあ、なんとなく言いたいことはわかる。
こうなってる時に、まあ、この列は何がないんだ ?2 がない ?2 と4がないのか。2と4がないなって時に、どっちも、ダメだ、これ出ねえ。そこはちゃんとハマってくるよ、説明したかったのに。まあ、やってればって感じですね。1がこうか。3、4か。ナンプレね。頭使いますね、これも。心地いいですよ、できると。で、ここが、そう。ほんでここが入るのか。2だな。で、ここと、こうね、縦に見るんですよ。この、ここに2があるから、この列はないと。あ、ここもないな。ってことは、ここに2が来るなと。で、ここは下段がここで、中段がここにあるから、ここだなと。で、ここに2を入れたら、ここの3出るじゃないかと。これね、気持ちいいよ、マジで。ここの3か。ナンプレね。謎の癒し BGM。1が、あれ ?1 ここか。ほい。3、4、5、6、7か。まあ大体ね、要するに後半がすごい楽になってくるんですよ。どんどん埋まってくからね。あれしか入らねえってのが出てくるんで。3か。ですね。これもまあ最初ね、意味わかんねえなってなっと思うけど、これも面白いよ。ピクロスとナンプレですね。この辺をちょっとレクチャーしていきたい感じですね。違う。いや、今のミス。違う。今のは違うんだよ。つるって滑るんだよ、これ。マジで。ほんと言い訳じゃなくて。あんなとこにミスんねえもん、普通。1、で、これ、縦で、横で、で、ここに、1が入ると。え、上は出んのかな?上出ないか。いや、出るな。ここじゃん。そうなって、ここ。あ、1はもう、速攻で埋まったな。上行くんだよね。今、右に弾いたつもりだったんだけど。上行っちゃったもんだって。こうだな。ここの見方はね、ここの2はどう入るんだろうなと。縦で、ここと、ここが消えるじゃないですか。じゃあ、2はこっちかこっちのどっちかだなってなった時に、どっちだろうなって、出す方法があるんですよ。この横の2、こいつが、ここを横に通すと、ここ中段になるんですよ。なんで、ってことはここしか入らないなと。こういう感じで埋めていきますね。滑って2入っちゃったみたいな、いいかこ、いいわけ。ああ、なんとなくわかるわ。スマタってことでしょ。スマタってことですね。岡村さんがそういえばなんか出現をしたみたいですね。こうね、ドンピシャハマった時のね、ナンプレのあれはね、マジで気持ちいいよ。9、ここも出るな。あんたの知らない世界ですね。知らなかっただろ、こんな世界。9も早いな。これ分かってくとね、なんか、小学生の、初めてなんか、何か覚えた時のようなね、衝動が。ちなみに、だからここもさっきの、あ、できないか。
面白いもんですよ、結構。これ3入るな。ここがどっちだ ?1234 か ?564 か8か。ここは、まあ、この横から見て4か8なんですけど、これもこの枠内に8があるんで、ここが4確定します。ってなると、まあ、当然ここが8になると。そういう、だから、わかんないときはこの全体のあれを見るっていう時もありますね。時もあるっていうか、まあ、大体それなんだけど。で縦横で見たときに少ないとこ。ここはもう2マスしかないじゃないですか。そういうとこから見ていくとやりやすいですね。1、2、3。ここが3と5がないんで、3と5、こっちは3も5もないなと。上を見たらこっちも3も5もね。そういう感じで見ると楽ですよ、という感じでございます。結局どっちもなかった。これ何が入るんだろうな。まあまあまあ。あっちがこうだな。で、こう。となるともう、そうだね。ここももう一個しか入れられないで、こうなりますね。BGM が眠りを誘いますね、これは。8が完結と。2か。2出んのか ?2 は出ないな。3がむしろ一番出なそうだな。あ、いや、3でもこう出るな。わからんな、3が。こっちも出ないし。こっちも出ないな。4。4はここが死ぬんで、こうですね。滑る。その串だって今、左行ったじゃん。5も4か。なれば、すげえ滑る。このスティックが滑るんだよ、マジで、スイッチの。3、4、5、7。マジで超言い訳に聞こえるけど、本当に滑るんだよ。3、4、5か7。で、こっちに7があるんで、あ、じゃあここは5だなと。で、こっちは7と。そういう感じですね。こん中もそうか。ここは5になりますね。で、これね、優しいのがね、出せるところはこう白くなってますね。ここ縦が5と。で、ここも、ここの、こっちの縦も5と。じゃあもう確定でここが5だなと。出せるやつね、これ、そう。で、ここの列も、ここ縦に5なんで、こう真ん中が5確定だなと。白くなってますね。ちゃんと出せるようになってるやつ。優しいですね。ここの縦だ、こうか。はい。な感じで、ここが6。で、ここの6出る?あ、ここの6出ますね。どういうことかっていうと、こう縦にこう6来ても、あれ中なのか下なのかわかんねえぞ、と。そんな時はここを見ます。ここの縦の6で、こう。ここは中段の6、ここが隠るんで、じゃあもうここはこうなるでしょう、と。こう出す感じですね。先生みたいだな、俺なんか。ナンプレも重いんですよね。結構難しいって。どうやったら出んのかわかんねえ、つって。いうやつがいたんですけどね。あいつはだから覚える気がねえんだよ、いつも。ちゃんと。3が出るようになってきましたね。ここも買ってた。こう。はい、4。4。こんな感じですね。これがナンプレーですね。簡単なやつはこんな、まだこういう感じで解けますね。というわけでですね、今日の僕のパズルゲームのレクチャーはこの辺にしたいと思います。別にそうレクチャーするつもりはなかったんだけどね。気づけば1時間ぐらいやってしまって。とりあえずまあ、まさるくんはピクセルカラーズ以外は全部覚えただろう。多分。じゃあ一旦終わりますか。